目里さん、おはよう。昨日どうして待ち合わせ場所に来なかったんだ。おはようマブ君。ごめん、昨日の約束ね。すっかり忘れてたわ。忘れてたって？集会の前日に幹部会議があってね、そこにフラッと現れたのよ、本物の教祖様が。人違いだったのに、モブ君のこと巻き込んでごめんね。もう大丈夫だから。大丈夫って、何が？どういうこと？連れてった。いや、どうして土壇場で忘れちゃったんだか。もしかしてサイコヘルメット教と関係ありますか？よくわかったわね。昨日街で急に勧誘されてセミナーに行ったら、宇宙よりそっちに興味が湧いちゃった。みんな、今日からここは脳幹電波を改め、サイコヘルメット教使用中分室よ。これって何するんですか？サイコヘルメット教に祈りを捧げるの。1日5分でご利益があるんだって。なんか雑っすね。昨日のサイコヘルメット教の集会、動画再生数はすでに200万回を超えてる。どうだ、そいつが教祖になったやつだ。見覚えあるか？いえ、全く。あ、超能力者だよな。この後他の連中はそのまま入信した。こいつが教祖になるなら残念だが、もうモブの出る幕はなさそうだな。もういいか。まあ、そうお前はそういうタイプじゃないしな。それで大事な話って？おお、それがな、建物の写真。なんかすごい日々。建造物の怪奇的な劣化現象。現場で調べてみたが、ただの欠陥建築じゃなかった。原因は植物の根、ね、今思えばあのビルもすでに侵食されてたのかな。町中に張り巡らされた根っこが栄養を求めて道路や鉄筋コンクリを突き破ってる。外来種かとも思ったんだが、根の発生源は最悪の場所だった。犯人は今や町で大人気の絶対的存在、真珠だ。あのブロッコリーが？そう、つまり奴を放置すればそんな建物調査の依頼ばっかになっちまう。それは別にいいんじゃ。能力が多い割に金にならないんだよ。それにまあ俺たちの責任も少しだけある。おい、協力してくれ。あのブロッコリーを破壊しに行くぞ。わかりました。こんにちは、どうぞ。何これ？真珠の一部を粉末にしたものです。使用競争に効きますよ。メニューが始まってるな。任せて聞いてください。真珠コロッケだって試食もあるみたい。消費者は町おこしに気合入ってるな。何それ？真珠キャンディーだってな。手作りクッキーだったか。活力が湧く真珠の粉末をかけたので、これを食べていっぱい元気出してね。真珠の粉末って駅前でも配ってたの？普通、よくあるプラシーボ系の商品だろ。こういうのいいよね。真珠、最高。最高ヘルメット様、万歳。どうやらそっちも僕を待ち構えてたみたいね。何するの？そうだったな。サイコヘルメット様。
失礼しました。どうかお許しを。神の存在を強める真珠を。今日は見逃すからもう帰りなさい。ありがとうございます。今後も信仰に励みなさい。はい。信仰、神、サイコヘルメット、真珠、宗教、空っぽ、刑事。めんどくせえやつだな、お前も。一度ならず二度までも僕を洗脳したな。洗脳じゃない、これは恵みだ。何も持たぬ凡人や居場所を求める連中に心の拠り所を提供してやってるんだ。おいおい、殺す気かよ。どうせ人じゃないんだろ。その通り、神だ。神に歯向かうなんてどうかしてるぞ。ほら、よく考えてみろ。また洗脳か。いい加減にしろよ。お前の洗脳だ。サイコヘルメット教に対する畏敬の念のようなものを強制的に抱かせてくる。だが強い感情で押しのければ洗脳されないようだ。行くぞ。もう飽き飽きなんだよ、人を力で支配しようってやつには。そんなことをしても神になんて、主役になんてなれないんだよ。さて、一体何者だったんだろう。これは…峰岸君、そろそろ休憩入っていいよ。はい。店長。なんだい。植物の様子がおかしいです。午前には元気だった花がもうしおれてる。まるで世紀でも吸われたように元気を失ってます。原因を探る必要があると。峰岸君、休憩だと言ったらさっさと休憩に入りなさい。まっとうに働くのがこんなに大変だとは。道端の雑草ですら弱ってる。それに亀裂も昨日よりも大きい。原因は。お前はどこの木だ。なるほど、真珠、町中の植物からエネルギーを奪ってるんだな。放っておけば土地が死んでいく。僕が早めに気づいてよかった。お前は欲張りに育ちすぎた。いいね、これ以上。おい、峰岸君、いつまで休憩してるんだ。あれ、峰岸君。様を止められねえよ。なあ、花沢。そうか、やっぱり君はろくでもない悪霊だったんだな。その見た目は何のつもりだ、エクボ君。真珠の幹から受肉してサイコヘルメット教のアイコンをイメージしたんだ。霊体のままじゃ信者たちに見えねえからよ。目的は何だ。影山君は君の暴走を知っているのか。ヒゲをなんだ関係ない。俺様の目的は昔から一つ、現代の神になることだ。そう、残念。また君を消すことになるとはな。影山君にはしっかり準備したので決めておくよ。さよなら。何か変じゃないですか。街の雰囲気がまるで監視されてるような。そういやお前、最近モテ始めたとか言ってたな。自意識過剰な時期ってのは誰にでもあるもんだが、あまり人に言わない方がいいぞ。数年経って後悔するからね。あのブロッコリーを破壊するってどうするんですか。ま、一応考えてはない。簡単だろ。あれを海まで運ぶのが僕で。そう、安全を確保しつつ誘導するのが俺だ。きつい作業きっと。誰か手伝ってくれる人が欲しいですね。芹沢は学校だしな。弟は。実今日は生徒会だからまだ学校かも。律よっ。
持ち上げるなんて無理じゃない、兄さん。前に何人かでピアノを運んだんだ。一人じゃ絶対無理だったけど、力を合わせたら持ち上がった。だからできるかも。真珠の粉末です。どうぞ。健康にいいですよ。どうした、やっぱ気が乗らねえか。いや、頼むよ、リツくん。手を打たないと調味師に住めなくなっちまう。うちの袋が昔庭にスイカを植えたら他の草花が全滅したって言ってたし。あの規模の大きさだ。こっそり養分に。分かった分かった、分かりました、協力しますよ。どうかした？いや、ちょっとね。お祈りの時間？なんだそれ。今日も一日幸せに過ごせますようにってお祈りするんです。何の話だ、大丈夫か牧原。大体何に対して祈るんだ？真珠に宿るサイコヘルメット様に祈るんです。賛成の人。おい牧原。賛成。待てお前たち、正気とは思え。こんな遊びではなく、まあ、そう突っぱねることもないでしょう。新しい意見は飲み込みにくいものだしさ。カムロ兄さん、サイコヘルメット教って知ってる？え、リツも興味あるの？まさか。でも学校にも信者がたくさんいるみたいで、拡大の勢いがどうも妙でね。で、彼らのご神体っていうの、それがあの真珠なんだ。ってことはブロッコリーを排除するのはそいつらを敵に回すってことか。でも調べた感触じゃ無害そうな集団なんだよな。グッズの販売や意見交換、宗教っていうより同好会だな。珍しいものに関心が集中してるだけのお祭り状態かもね。そういうのを得体が知れないって言うんですよ。もちろん警戒する必要はある。どうか今考えられるな。とりあえず素早く引っこ抜いてすぐ立ち去る方向で行くか。頭が痛い。糖分でも取ろう。リツ、飴なんて学校に持って行ってるの？ああ、これ、さっき生徒会長にもらったんだ。影山くん、帰る前にこれ。何です？町おこしで作り始めた商品らしいんだけど、うちの親父が県議会で試供品いっぱいもらってきちゃってね。いただきます。助かるよ。兄さんも舐めてみて。ありがとう。レイゲンさんもどうぞ。どう？おお、後でいただくわ。僕も後にしとく。ブロッコリー引き抜いてから。その前に一箇所寄っていいですか？ずいぶん早歩きだな。どこ行くの？リツ。リツ？この中、紹介したい人たちがいるんだ。市民会館じゃないか。リツ、この人たちは？サイコヘルメット教の人たちだよ。は？兄さん、考え直そうよ。何を？とぼけたって無駄ですよ。真珠を除去しようだなんて。真珠はみんなの心を豊かにしてくれる。この町には真珠が必要なんだよ。ちょっと待て、いつの間にそいつらと情報共有した？リツ、どうしたの？ふと思ったんだ、真珠を守らなきゃって。そしたらみんながここに集まるような気がしてきて、俺たちをここに連れてきてどうしようってんだ。あの雨。座ってよ兄さん。レーゲンさん、どうぞ、お茶も用意してますんで。そう警戒せず平和に話し合いましょうね。そんな勢いよく逃げなくても。あの場にいたら集団催眠に巻き込まれて信者になっちまうとこだぞ。お前も雨だぜ。雨雨、さっきの部屋にこれが大量にあった。こいつでリツは洗脳されたのかもしれん。リツが洗脳されたって、そんなの放っておくわけには。落ち着け、まだ実害が生じた様子はないから慎重に探るよ。あんたら無駄なことはせん方がいいぞ。サイコヘルメット様はすべて見ておられる。モブ、今度は間違いじゃねえな。俺たちは監視されてる。え、なんだそのシャツ、なんで脱いだ？走ったら暑くなったので。が、着とけよ。ガクランは防御力高いし。真珠
化するなんて無理ですよ、あなたたちには。エーレンオロゾンか、キー真珠を伐採しようなどと企んでいるそうだな。わしが説教をして、ああ、逃げたぞ。くそ、町の大半が最後ヘルメット教の信者になってるようだな。どうしてこんなことに。どうすれば。サイコヘルメットは未知の能力者だ。目的どころか何を考えているかもわからん。真珠に行けば本人が邪魔しに現れるだろう。もし悪人だったらぶっ飛ばしてでもみんなの洗脳を解かせよう。なあモブ、お前サイコヘルメット教をどう思う？悪い奴らだと思うか？いえ、悪い人たちではないと思います。ただみんなと一緒に何かするのを楽しんでるだけで。お前もそう思うか？俺も。でも新教祖が登場してからは違う。もしあの人が偽物でみんなを騙して崇めさせているんだとしたら、やり方が気に食わない。だがモブよ、もともと本物がいないのに奴を偽物というのはどの立場からなんだ？もしかしてお前、自分が本物のサイコヘルメットだとでも言いたいのか？いや、もともと教祖の存在なんて虚像でしかなかったわけだろ。俺はサイコヘルメットは悪いやつとは思わないな。どんなコミュニティにもリーダーは必要だろ。同好会の会長と思えば自然だし、活動方針を決めたり円滑な運営を維持するためのまとめ役だろ。きっと大変な仕事だ。モブにはできないことをあの方は実践してるんだ。そう目の敵にするもんじゃないぜ。祭りは楽しんだもん勝ちだ。彼らに真珠が必要だって言うなら無理に奪うってのは良くないかもな。よし、一旦帰るぞモブ。レーゲン師匠、もしかしてですけど洗脳されてませんか？俺が？ああ、なるほどな。洗脳されてないのにお前は洗脳されてるって言われるのはこんな気持ちか。町そのものより住民の心が大事だろう。もはや全住民がサイコヘルメット教信者なんだから、その気持ちを汲むべきだろう。